木村君です。田中君です。今日は志村君、金メダルを持ってこなかったのは、総理があのゴールド の, あのネクタイをしてそれで、ゴールドしてないから。ぜひお願いします。ね、メダルをね、その、いや、ちょっと、総理が一回金メダルじゃなくて、この銀か剣道を。こっちは。来られたって目的をまず言って来た目的ですか。今総理に会うために来ました。今日お会いになってですね、話したことって自分がどういうふうなことをこう総理に報告したかっていう内容を教えてもらえますか。報告したというよりは結構質問されてそれに答えてた感じです。どんな、こう練習はどれくらいやってるのかとか地元のこととかそんな感じです。それに対してどういうふうに答えますか。練習時間はいつも 3,4 時間なんで 3,4 時間ぐらいですっていうのと、あと地元長崎で、諫早なんで諫早ですっていうのと、はい、その 3,4 時間という練習時間についてすごいなんかこう長いとか短いとかそんなことをおっしゃってなかった。いや、それは言ってなかったです。お会いになってどうでしたか。ちょっと日本で一番偉い人に会ってちょっとドキドキしました。メダルもらった時とどっちが。いや、今の方がドキドキしました。諫早のことは何か総理が言われたんですか。なんか諫早湾のことが結構問題になったみたいなんで諫早ねみたいなことを言ってました。監督の話があったんです。なんかこのなんかあるじゃないですか、頑張れ水門、はい、あのこと言ってました。次さん、メダル総理に取られちゃいましたけれどもどうでしたか。いや、でも総理にかけてもらったのですごい嬉しいです。もらった時とどっちが嬉しかったですか。もらった時も嬉しかったんですけど今日もすごい緊張しました。片山さんってどんな人だと思いました。でもすごい穏やかな感じで総理って感じがしました。総理とどんなお話を。
あ、同じで練習のこととか、あとは名前のことを少し聞かれて話しました。どう、誰が考えたのとか、そういう感じ。すみません、今日メダルはどうされた？忘れました。持ってこようとしたけど忘れた。ちょっと家出るのがちょっと遅くて、そこまで考えられなかったです。金メダルが見れなくて残念みたいなことは総理はおっしゃってましたか？いや、そういうことは言ってなかったです。田中さんの方はどのお話をされたんですか？体操を始めた年齢と出身地、はい、どういったことをされて、それに対して総理は、体操、あ、総理の答えはですね、まあ、和歌山市って答えたんですけど、まあ、その演説したとことかしか、まあ、思い出せないというか、印象がないっていう。体操始められたのはおいくつだったんですか？6歳です、うん。総理、なんかこう、ちっちゃい頃からとかいろんな話が、なんか感想は述べていらっしゃいましたか？やっぱ、昔と違って皆さん、早いですねっていうのは、はい。一番印象に残った言葉っていうのは何ですか？言葉ですか？一番残った言葉、意外だなと思ったこととか。いや、でもテレビで、まあ、見てるのと変わらないし、まあ、穏やかな人だなと思うし、まあ、背が高いのにびっくりしましたね。